低気圧の風の吹き方、北半球の低気圧の風の吹き方、それから北半球の高気圧の風の吹き方、どういうものか、図にしたのでこれだけ覚えておいてください。北半球の場合ですけども、低気圧は反時計回りに吹き込む。これはあれですね、台風の吹き方と一緒です。それから高気圧は時計回りに吹き出す、ということです。したがってそれぞれの答えは、自分で考えてみてください。そして次の問題、冬季において冬、日本付近の上空では通常高度の上昇に伴い風はどのように変化するか。この高度という高度のレベルがですね、見海面とか高層の、成層圏とかそういうレベルまで行っちゃうともう偏西風しかありませんから問題にならない。したがってこの問題で多分聞いているのは、冬とか夏によって、風向きやそういうことに変化のある対流圏の中だということですね。対流圏の中で通常高度の上昇に伴う冬はどうなのか。で、その気圧がうごめいているような対流圏の中で冬はどうなるかといったら、西高東低、冬型気圧配置っていう天気予報でよく耳にする言葉。この西高東低を覚えておいてください。そしたら、西側が高くて気圧が高くて東が低い。だから高い方から低い方に風も流れます。したがって西から東に風は流れ、上空に行くほど強くなります。ということで2番が正しい。そういう簡単な問題です。あまり深く考えない方がいいですね。はい、以上です。